キャメロットはアメリカ合衆国出身のヘビメタルバンド。プログレッシブ、シンフォニック、ゴシックなどの要素を内包した同国におけるメロディックパワーメタルの代表格とみなされている。バンド名はアーサー・王の伝説上の城、キャメロットに由来。創設者、トーマス・ヤング・ブラッド1987年、トーマス・ヤング・ブラッドを中心にバンドが発足。 1994年にノイズレコードとのレコード契約を獲得し、デビューアルバム、エターニティを発表した。サードアルバム、シージ・ペリロス制作途中に、創設メンバーリーチャードワーナーとマーク・バンダービルトが、脱退、公認に、元コンセプションのボーカリストでエモーショナルな歌唱を得意とするロイ・カーンと、オーディションによって選ばれたケイシー・グリロが加入し、それ以後、特に、 日本やヨーロッパにおいて人気が急上昇した。2005年には以前からツアーに帯同していたオリバー・パロタイが正式加入し5人編成となる。2009年末にグレンバリーが家庭の事情により脱退。後任に旧メンバーのショーン・ティブベッツが復帰した。2011年4月、カーンが自身の健康上の理由により正式に脱退を表明。 大役のツアーボーカリストは、ファビオ・リオネラが務めた。2012年6月末、カーンの公認として、セブンス・ワンダーのトミー・カレビックが加入。同年秋、カレビック加入後初となるアルバム、シルバー・ソーンをリリース。なお、カレビックは、セブンス・ワンダーを脱退せず、両バンドの活動を、並行して続けている。2015年春、イレブンス・アルバム、ヘイブンをリリース。 翌2016年に来日公演。2018年、長年在籍したケイシー・グリロが交番。同年4月、トゥエルフスアルバム、ザ・シャドウ・セオリーをリリース。同年11月に来日公演。2020年5月時点。ありがとうございます。